結成の時はもうちょい前やけど、うん、どうですか今もうあともうちょっとで6周年ですよ。いやもう気づけばかなり年も取りまして、はい、もうなんか一瞬こう年齢を重ねていけてるっていうのはすごい、うんうんうん、そうですね、はい、俺との本数も減ったもんね一本もないやつ本数じゃないけどね、はい、まあまあね、いろいろ、あったこの期間ですが、これからね、いろんな形で皆さんと振り返っていって、そしてカウントダウンを迎えたいなと思うんですが、はい、まずちょっとね、フリップを見ながら、まあ、去年、2022年、1年間、どんな活動を僕らがしてきたかというのを、改めてちょっと、皆さんと一緒に振り返っていこうということで、こちらでございます。じゃあ、やりましょう。フリップお願いします。バーバン。レレン。はい。こんな感じになっております。1月からスタートしまして、はい、すごい、意外とそういきなりレイオブライト1月リリース、まあここから2022年が始まり、はい、まあファーストテイク2発目スターライト、で3月、ドラマのねタイアップでチェンジマイライフ、はいはいはい、そして4月から、ライブツアー2022レイオブライトが開幕ということで、はい、ここから割とまあ1年ガガっていくんですけど、そうなんですよね、そう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 、まあマッシブで言うと、EP リリースしたり、サバイバルもありましたけど、だってこの時期だってマッシブのメンバーすごい多忙じゃなかったですか。そうですね、この後のだから舞台エターナルも、そうやね、 BOT もあって、うん、今僕はどこにいるんだって言ってたんですけど、うん、エターナルの稽古のストレスをサバイバルで発散できた確かにちょうどいい甘いだったんですよね、5人で頑張ってきましたけど、どうでしたか、兄貴屋さんは、サバイバルとか、この、そうですね、でも本当に初めて、ああやってね、マッシブでは、こう、いろんな地方に行って、はい、できたので、本当にいい経験ができましたし、うん、なんかすごく、一つ、自信になるものができたなっていう感じ、間違いないですね、もう本当に高木がちょっと思った、大変そうな顔してしまう並行して、灰色の撮影もあの時は、やばすごいな本当になんか海外のスターになった気分でした、楽しかったいやほんまにそんなスケジュールを組んでくれるマネージャーさんに感謝ですね、ありがとうございます、いつもありがとうございます。さあそして、下半期は、はい、こっちですね、まあそうですね、そうか、映画ねハイ&ローもありましたし、はい、わあすごいな、9月にハイローザワーストクロスか、うん、そうですね、これでかかったっすね、パワーやったりとか、そうそう、3ヶ月連続リリースもありの、そうですね、はい、この時期確かにすごいな、そうそうそう、でまあ年末ね怒涛の、まあ、アワードだったりとか、うん、ね、まあ、ツアーもね、年末ギリギリまでありましたけれどもっていうこんな1年でした個人でもね結構みんなドラマだったりとかね、まあ、リクさんの舞台だったりとか、はい、はい、写真集だったりとか、うん、ね、まこちゃんもいろいろ出してましたけど、はい、どうでした、どんな1年でした。いや本当になんか何だろう、今までで一番、うん、なんか何だろう、忙しかったし、いいじゃないですか、なんか自分の中でもこうすごい成長が感じられたというか、うん、個人も個人の仕事もグループの仕事もすごい充実してて、うん、なんか得るものが多かったです、うん、隣のいっちゃんは、はい、まあ、僕も個人活動がすごい充実してたんですけど、うんうんうん、まあ、メンバーそれぞれみんな個人の仕事がどんどん増えてきて、うん、逆に16人集まった機会がいい意味で少なくなって、うんうん、その集まった時の何、うん、楽しさが改めて感じれた年だったなって感じて思いますね、うんうん、ルイ今ちょっとあくびしてなかった、あ、うん、めっちゃ見えてた、本当ですか、やば、丸見えてやばすごいやばだってこれからすっげー上がらなあかん、ね、うん、上げてけ上げてけ上げてけ、あーやばいやばい、ちょっとそのままこっちにずらしてまで、ルイからこっちの方にゆっくり来てもらっていいですか、ルイです、ルイ上上げてもらって、あ、なんか、なんか知らん人いる、知らん人おる、あ、なんか知らん人おる、場所間違ってないすごいな、モコモコでモコモコ合わせる見えてる部分少ない、めっちゃなんかこれさ、すごい毛でさ、めっちゃ毛が入ってくるんだよね、口の中に、マジっすかそんなとこじゃなかったでしょ、マジっすかじゃなかったでしょ、マジか、ありがとうはい、という感じでございます。なんか印象的だった去年1年間でありました、ショーゴとか。
そうそう、もう一回フリップ見てもいいですか。前半戦、前半戦、前半戦ね、前半戦見ていい。後半はね、なんか記憶に新しいから、うん、あーもうそれこそファーストテイクが1月っすもんね。あれも結構熱かったっすよね。そうそうそう、2曲ね、やらせてもらって、週替わりでね、うん、最初にマイプレイヤー、そう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 、2週目にスターライト、あれも感動しましたよね。感動しました。なんかそれこそ去年の年始ぐらいに音源だけチラッとなんかマイプレイヤーの上がるか上がんないかぐらいだったっすよね、確かに、うん、でなんかその実家に帰ってすごい親に聞かせてた、お前なんか嬉しい、これ来るぜみたいな、ファーストテイク、うん、ファーストテイク行くぜみたいな。リクさんどうでした、歌ってみて。いやー、やっぱりあれは本当に本当のね、一発で、えマスクって言えじゃん、マジの一発で、ガチです、でしかもその前に本当にそのスタッフさんと僕ら3人で、そこうパソコンパカッてこう、うん、映像を見せられて、だからこれは本当の一発撮りなので、ミスしたとしてもそれを音楽として発信します、いいですねって言われて、準備できましたかって言われて、僕らはいって言って、うん、したらもう白いブースの中に入って、もう僕らの好きなタイミングどうぞみたいに言われて、じゃあお願いしますって言ってやったんですけど、まさかまさかの、YouTube で、そのなんかリハなんかアップみたいなのあったんですよ、まあ、軽くやってみようぜみたいな、あのボリュームのチェックだけしかできない、それ以外はもう全部楽屋で僕らは確認して、でしたらあのテイクが取れて、リアルファーストテイクが取れて、YouTube でトレンドですよ。ありがたいっす。ほくちゃんとかどうでした、映画もドラマもあり、うん、ドラマなのでね、見てくれてますか、うんうん、ああそうだそうだ、見てますか、あれ髪色がもう、はい、髪色もあの、ね、ドラマ用に染めまして、ドラゴンという役でやらせていただいてますけども、ドラゴン、そうですね、去年は結構ドラマ映画さまざまな活動をやらせていただいて、リノベのやつも去年か、去年ですね、あ、まあ、今年も6年目もさらに、チームを広げれるように頑張りたいと思います。ほら頼もしい、頼もしいっす。リュウどうでした、はい、去年1年どうでしたか、はい、はい、まあ、そうですね、本当にありがたいことにたくさんのことを経験させていただいたので、はい、なんかすごくアーティスト人生においてすごく今後すごく強くなるような経験がたくさんあったので、うん、まあ6周年はその経験の過程でぶちかましたいと思います。いつもありがとうございます、うん、さあ、そしてですね、あの SNS でもあの告知といいますか、あの試作といいますかやってまして、事前にランページにまつわる写真を初兵考案のハッシュタグ、ランペ6歳カウントダウンでね、いろいろつぶやいていただきまして、こちらからいくつかチョイスしたものもあるのでちょっと一回出してみましょう。まずはこちら、うわー、これ誰が、誰が、ルイだ、ルイ、これこれだから1回目のロシア修行の時ですよね。ジンさん、だからなんかちょっとあの一緒にちょっとあの、うん、あの佐藤さんも、ああ当時の印刷の人ね。いつも全員いるって確認されてました。そう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 。その時の多分写真だと思うんです。ルイが一緒。これツイッターにあげたんですけど、なんか。皆さんがあれでしたよ、この髪型だからこの頃ちゃうかーって予想しながらやっております。大勢はだってオーディションの時からあれやったもんな。そうですね、うん、あのブリーチしてから医療入れること覚えてないです。とりあえず抜けばいい。とりあえずブリーチしてたらかっけーって。大勢仁さん、俺は金髪2ブロックやっとけ。流しとけばね、あれ、そうやな。やばいって俺の海みたいな。コメントで仁さんだけ、仁さんだけ強風ですか。誰が横風吹いてる。誰が仁さんだけ強風やねん。おもろ、懐かしいな。いっちゃん何も変わってないです。いっちゃんだけ。いやマジでこれ。今撮ってもあのままいけるよ。おもろ
いやー、高井出もすごい。高井出って、なんであんな頑張ってんの。なんでこんな顔したんですかね。あれ、隣は龍。隣龍です。龍、やばい。やばい。あ、力也さんとね、その顔やろうって。後ろからのやつやばいっす。マックスの汗が流れてたじゃん。それがもうめっちゃ覚えてて、コンクリートの上でのダンってなった。もう全公園背落ちしてたんで、かかとに尻尾張りながら。毎公園ちょっと厚みが増してくるんですよ、たまにね、マンホールと被るとか。そうそうそう。金網の上とかありましたから。あ、そうそうそう。そう、で、当時はなんか、いろいろこう盛り上げていかないとみたいなんで、なんか、ソロの時もなんか客席の間を、ケンタがなんかこう、やってた、客席の間まで行って踊って、なんもかっこよくないから。みたいなありましたね。さあ、続いて、こちらの写真でございます。さあ、うわぁ、これは、なんだ、いつだ2018とか。これみんなコメントで分かる人いるかな。ホールツアー中ぐらい。おお、たっくんはドレッドやね、まだ。あ、じゃあ18じゃないですかね。78か、多分。ホールツアーなんか、2回目の武者修行終わりぐらいの雰囲気もあって、16の12月とか11月あたり。ホールツアーっぽいな。ホールツアーか。16だって、分かる人、ジンくん坊主っぽいよ。あ、本当だ。え、あれだ。あ、じゃあホールツアーじゃん。誰がおしょうさんの時や。雑誌の撮影は5秒で答えての。誰が弱調さん。ちょっと、いきなり2017年だ。なんか、いきなりやってしっかり大人に怒られてる。そうそう、いきなり坊主にして、あの、マジでなんか部長みたいな人にそれ事前に言ってくれたら困るよ。事務所のど真ん中で怒られてる。気合でやったつもりだ。そうそうそう、逆言った。いや、なんかこれ、こういうの見るといいっすね、やっぱね。ジログリンでこう、集まって、毎回やってたもんな、マジで。難しいね。17だったら力也さんはまだ何歳になったの。5年前。27。うわー、まだ僕らぐらいの時か。そう、26、7。ここも行ってないですね、このや、あの、みんなでね、やるしぐやも行ってないですね。ちょっと行きたいですね。この後撮れたりするのかな。あれ。すぐね。巻いて終わってすぐ行く。フォーマンスとボーカルが一番最初に会ったのもね。そうそうそう、そうそうそう、そっか。そうっすよ。427の日か。で、お披露目があって、で、そのままジンさんが20歳の誕生日で。そうそう、懐かしい。20歳になって、その時ヒロさんとか目指しちゃって、で、もうずっと憧れてたから、二十歳になってレモンサワー買って一気しようと思ったら、ヒロさんに、あんま無理しない方がいいよってちょっと言われるっていう。思ってたんとちゃうなっていう。懐かしい、その場所ですね、これね。行きたいな。行きたいね。してたもんな。まだ僕はあの日でブリーチしたって。ずっとあれや。3年経ってるんですよね。笑顔。さっきの写真もあの顔じゃん。白飛びしてたって、毛ないじゃん。じいさんやば。ルイも結構変わってるよね。ルイどこ。大丈夫大丈夫。そこだけ同窓会みたいな。ここだけ。やだ。面白い。マジ変わらんな、でもな。ああ。さあ、いつまで経ってもいつも変わらんちゃうな。さあ、そしてもう一枚あるんですよね。多分ね。これ多分ランページのやつなのかわかんないですけど。一枚出てくるかな。まだ。あ、懐かしい。
これにしたんや。そうカズマがこれめっちゃ。あるんや、これはね。いや、ランペ6歳カウントダウンハッシュタグでどうしようともならなかったです。これに行った。あれや。そう、これ知らない方に説明すると、エグザイルザセカンドさんのミュージックビデオに、僕らがデビュー前に出させていただいてまして、で、イエイエイエイっていう楽曲のミュージックビデオで翔平が被ってたハットをケイジさんがこう投げるってシーンですね。サビ前、てん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 、あー、フィリクリチの時この顔。これなんでこの顔したいっていう理由があって、被ってたってケイジさんからもらったやつなんですよ。あ、おお、実際にプライベートでもらって、うん、でちょっとなんか刑事さんもいるしと思って被ってきて結構大切にしてたんですけど、うんうん、結構お高いん で、うんうん、でそしたら打ち合わせで刑事さんが俺投げるからちょっとこっち来ていただいて、それでもう準備して向こうのなんか客席の方行ったら水に落ちたんですよ。なるほど、絶妙な絶妙なペース、それ MV で使われるっていう。水だーみたいな。水に落ちちゃって、あー面白い。なるほど、なるほど。しかもな、あ、な、え、その衣装あれ自前だったよね、これ多分。よう、その白シャツに黒ネクタイが冠婚葬祭の親父に書いたんだな。自分のじゃないの、締めんなよ、ネクタイ。その髪の毛で。おしゃれしてるの。めっちゃおれえわ。さやだ、下ハーパンだったもん。いやね、セカンドさん今年もね、ツアーやられますから、はい、見に行きたいですね。いや、行きたいですね。あのだからステージがワイルドワイルドウォーリアーズかで、僕らね、うん、めちゃくちゃいろいろ学ばせてもらったんで、確かにね、懐かしいなっていう感じで。ホクちゃんが20歳の誕生日じゃねえわ、なんかあったよ ね、セカンドさんの、後ろで誕生日で、ホク、はい、ちゃんが飲むレモンサワーをうえってなってるのをセカンドさんメンバーが、そうそうそう、飲めなくて、そうそうそう、で、ケイジさんに代わりに飲んでもらった。懐かしい、懐かしいな。今はがっつり飲めます。おー、たっくんいけ、たっくんいけよ。レモン飲めます。ちっちゃっ、おい、薄っ、薄っ。え、そのメンバー会の中、今だから話せるエピソードないの？その飲み会でメンバー会の時にいろいろあったじゃない、いろいろ巻き起こったじゃないですか。いくらでもあるけど。いいの？言えるやついいの？何個か多分出してんのは、あの、ホクちゃんの誕生日の時の、あの、ホクちゃんのマーライオン。え、それ出てるっけ？言ったっけ？ねえ。いや、出てる出てる。出たっけ？出てないっけ？あ、でも多いは出てるもんね。あの、なんか力也さんとかに、おいって言ってたのは出てる。あ、そうそう、出てる。すいません、すいません。結構イラッとしてる。いや、いろいろあったよ、いろいろ。確かに。いろいろあるわ、ほんまに。言えないけど。いや、でも、あれはいい回で、もっと濃く言うと、うん、その、俺がランランランページで喋った、うん、あのメンバー誕生日会みたいな、うん、やったって言ったのが多分あると思うんですけど、うん、あの時のこれ絶対出せないですけど、うん、ベロベロに酔った、うん、後ろでいっちゃんかな、うん、がサムデーをカラオケで歌ってる、うん、俺の携帯の目の前で海星がめちゃくちゃ笑顔でランニングマンみたいな。それその状況めっちゃ出したいんですけど、なかなか出せない。そう、断った時か。そう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 。あー、気合入りすぎて、気合入りすぎてね。いただきますって、パリーン。ここにね、消えたんですよね。危ない。あー、そうだったな。え、でもそれ言い訳なんて言ったんだっけ。顔にダンベルが落ちてきた。力抜けてこう落ちてきたんですよ。はい、なんとか乗り切りましたけど。マジでめっちゃやってたもんな。ジンさんの誕生日の時、あの、北斗さんと言いつけてなんかプレゼント買ってきた感じでした。あれ結構やばい。あったあった。あれはやばい。あれは言えないっす。言ってんねん。言ってるわ。言ってんねん。どっかに言ってんねん。俺たまに流れてるよ、もう。え、言ってますよね。
ね皆さん絶対出てるわ。あれやろ、このジンさんの紐のやつで盛り上がるかなと思ってメンバーしかおらんかったからそれつけてたメンバーがマジでうわーって言って、もうカズマとか目も合わせない、無理っつって主役やと思う。難しい、知らん、難しいですね。ほんまに全部嘘なんですけどね。うわさ話です。うわさ話なんです。で、ね、まあまあメンバーもなんか写真とかもねあるみたいなことで言ってるとか言いつつ。急に急に急な？これ俺グランペジになるちょっと前のやつ。ちょっと前。どういう？ちゃんと入ってる。はいはい。あれなんか黒くないですか？味がありますよ、ね。味がある。出汁出てます。ああ、まこっちゃんのやつはそれ。マジ。ちゃん出てくる話。なんだ。あーあー、ブートエー。ブートエー。誰だ？あ、リケアさんだ。これツイッター載せた。そうね、載せましたね。ノーリミットの時にリキヤさん一人で楽屋で爆睡してて、で可愛い。メイクさんもいたんですけど、メイクさんに撮ってもらって、これブログとかに載せようかなと思ったんだけど、まだなんか白の衣装とかちょっと映ったから、載せるタイミング失ってて。なるほどね。でこの試作でなった時にこれだと思って、まあカズマこれじゃないけど、これしかねえと思って載せたら。許諾してくれたんで。リキヤさん結構現場の楽屋で同化すんのうますぎていらっしゃるの知らなくてめっちゃ騒いでたら、あ、リキヤさんおったっていう。結構すっぽりハマってる時があって、大体まず最初に寝床を探す。それで言うとだってみんな昔楽屋で寝すぎてて、うん、そうね、この間も喋ってたけど、うん、マジでこういう場所あったらなんかもうあらゆるところの下にも誰も椅子座ってないぐらいみんな寝てたんで。寝てたね。そう、マネージャーさんに怒られてもまだ寝てるところだから、こっからこう、うん、ってなったらもうみんな怒られてて、なんか特に仕事もないくせにな。マジで忙しかったらいいけど、今ぐらい稼働したらいいけど、何もないのにつん寝てたそりゃ怒られるわ。ただの眠い子供だったもんね。はい、もうそんな感じで、もう間もなくね、5分というところだったけど、皆さん、コメントもね、CL だったりとか、SNS だったりにもすごい、たくさん。CL。うん。いやー、ありがとうございます。この後ね、発表があるんで、皆さん、ちょっと眠たい目をこすりながら、お待ちいただければと思います。はい。よろしくお願いします。いっちゃん、その時めっちゃキレてるよ。俺はツアーすごいすごい、あれ隣はやばいわ、俺まだブリッジ抜けたずっとあれやんけ、いつまでも抜け出せてないやん、いつそうなるか、もう黒って色ちゃんとね、確かにちょっと色入れてる、乗せてくれたんです、やばい、すごいな、もうだって目がもう悟ってるもんね、一点見つめて、パリパリ黒、ワンツースリーの時ですね。それこそまだそのホールツアーの時は僕らその若手すぎて、そのまあちょっと事務所のジム使うのもちょっと申し訳ないっていう気持ちもあって、普通のなんかその市民ジムみたいなところみんなで帰ってます、ワンコインで行ける。でも時間ありすぎるからジム行くかツタヤ行くかしかなくて、そうだからこのホールツアーの時みんなバキバキなんですよ。知ってたよ。だいぶ前も30分ぐらいめっちゃ筋トレしてた、やってたみんなやってた、山椒さんと腹筋してました、やってたね、 YouTube 見てね、なんかそうやってセットみたいなの作ってたよな、ちっちゃい画面で2人でもうそのアップルームもないから、外のこなんか制作さんがタバコ吸うところにバスタオル引いて、俺たちああ懐かしいですね。だってホールツアーもだって海星の上羅から始まってたんですよ。そうだ、あんなライブないよ、音無音の状態でバーン上羅の男立ってますよ。そうだね、やばかった、あれ1日だよ、そうだ、ツアーもだってゴンズランページで次もスライフィスとか、スライフィスとかで RPG やってリブートに行くの、でレイヤーぐらいだよね。
え、インパクト的にはやっぱ俺的にはなんかスローヤフィストの一列がやっぱり毎回上こうでってでってでってこう出てくるときにゾワ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 ってなってこうやってやったときにもうキャー言われてもうんー翔平もだってこれでずっと待っとくの大変だったやろ。途中でうぃーってなるやろ。ダメだ酒飲んどんのか。さあさあもう3分切りました。さあ皆さん準備しましょう。さあ画面の皆さんも若干僕らと、ラグがあるかもしれない。あ、この配信はねきっとないのかもしれないですけども、もしかしたらちょっとの誤差はあるかもしれないのでご準備ください。僕らと一緒にあと2分半でございます。よっしゃ、2分半、やばいよ、やばいよ。さあ、健太、もうあと2分半切ってますけど、どうですか、気持ち的には。もう6年かって感じですよね。早いね、あっという間。でも、なんか、最初の 2,3 年はちょっと長くなかった感じ方的に、うん、ああ、わかるかもね。まあ、一回なんか、その、コロナ挟んじゃってるんで、うん、でもコロナ中もなんか、なんとなく絶えずに動いてたんですけど、うん、違う YouTube 出てますね。なんか、確かにお金動かしてる、うん、さっき呼んだら来てくれた経済ジャーナリストそこで飯食ってね。あと2分だ。はい、2分。やばいやばい。まあでもそう考えるとね、コロナもこう開けて根元通りに良かったですね。今こうやって迎えれるっていうのは。喋りすぎて気づかなかったけど、ずっと音楽流れてた。ありがとうございます。ビズエン。年越しお久しぶりにな。なんか、はい、みんなで。会えて迎えれてよかったですね。年明けたからこのね、Tまたいだ瞬間にも発表もありますので、うん、皆さん、うん、ちょっと発表ちょっとね、心臓どんどん叩いててください。一気にね、心拍下がるので。さあ、あと1分でございます。1分、あと1分、1分、あ、耳、あと1分、あと1分、あと1分、6周年、6周年でございます。高井田さん、もうちょっとで6周年です。高井でセグー、え、セグー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 高井でさあ、やばい、来る、来ます、あと30秒でございます。ありがとうございます。さあ、来るぞー、やばいね、デレレレ、もうあと30秒切ってます。もうね、皆さんどうして迎えれるか。見てよ。やば。飛ばさないでよ。あ、危ないよ。後ろ怖いな。後ろ怖いよ。上に行こう。あと10秒です。見て。9、8、7、6、5、やばいって。3、2、1。早くやりたい。大阪、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 大阪
さあ、ということで、ザラメシライブツアー2023 16の発表が開催しました。開催決定しました。ということで、もうね、このタイトルやばいですよね、16。いや、やばい。あー、ことですけれども、リキアさんどうですか。もう暑くなってきた。やばい。なんか一気に気合入りますね、なんか発表されると。なんかすごい、なんかゾワーッと今してるんですけども、でもなんか本当に今年、なんかこの16っていう、ね、改めて16人でなんかがっつりかましていこうっていうのを今もう日々こうみんなで話してるので、はい、なんかそれを本当にこのライブで体現できるのかなと思ってるので本当に皆さんには期待していただきたいツアーになると思います、ね。はい、まあ、ツアーのタイトルでもあり今年の僕らのテーマみたいなところでもあるので、うん、まあ、アルバムもありますけれどもこの16というものをキーワードに、それを胸にこのツアーも駆け抜けていきたいと思います。5月27日の静岡エコパアリーナを皮切りに、うん、ファイナルは9月14日の大阪城ホールとなっております。全、5会場11公演今こちら出てますけれども、うん、はい、こちらで、最初に、ランページのファンクラブそして EXILE TRIBE ファミリーで、土曜日ですね、今週土曜日の15時、28日ですねの15時からチケットスタートありますので、最速でございます。こちらが皆さんぜひ、ね、まだ入られてない方はファンクラブの皆様、ぜひチェックしていただければと思います。さあ、そして今日はこれだけではございません。実はですね、ファンの皆さんのファンネームが決定しました。あれ、ランペクルーじゃなかったのっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、ちょっとこのザランページのファンクラブが開設されるときにもう一回メンバー全員とそしてプロジェクトチームの皆さんと話し合ってですね、正式にといいますか、まあ、今まで使っていたザランページ、クルーというのは、まあ、僕らのファンの皆様であり、こう一緒にやってくれてるマネージャーさんだったりとか音楽を作ってくださってるスタッフさんだったりとか、そういう、こう大きな輪をランペクルーと呼んで、さらにそこからギュッとこうファンの皆様に当てた呼称をつけようということで、今回正式にこちら決まりました。もうメンバーでいろいろ話してヒロさんからもアイデアいただいたりとかしてですね、最高な名前ができたので、じゃあカズマから発表してもらおうかな。もういいんですか。 お願いします。いいんですか。いいんですよ、これ。もうこれでも聞いた時に満場一致だったんですよ、これが。やっぱりそうですよね。いいですか。はい、いつもザランページを応援してくれて愛してくれている皆さん、そして、ザランページが愛している皆さんというところからですね、その思いからランページとラバーズと、その発想から、造語作らせていただきました、はい、まあファンネームですね、うん、レイバーズに決定いたしました。あ、めっちゃいい言葉ですよね、これ。奥ちゃんどうですか、レイバーズって決まった時の。いやー、もうなんかよりファンの皆さんとさらにこう距離が近くなるような感じがするので、ここからまたさらに1年ずっと共に皆さんとこの、レイバーズと共に16人で力を合わせて頑張っていきたいなと思います。お願いします。応援。さあ、そして、ね、まだまだあるんですけども、実はこのレイバーズの皆様、との新たな記念日をですね、ちょっと正式にと言いますか、僕らの中で決めました、はい、じゃあこちらどうしようかな、誰に言ってもらうかな。山下、はい、山下さん、じゃあレイバーズとの記念日を作りました、はい、10月6日は僕の誕生日です。違う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 。いや、けど君の誕生日ちょっと薄れるよ。あ、マジで。こっちが。あ、確かに。じゃあ、ほんまのやつ。はい、ほんまのやつ。今のは嘘なんで。はい。これ説明、日言ってから説明した方がいいかな。どっちがいい？説明してから日言った方がいい。どっち？どっちがいい？説明してからは分かる。まあ今のはちょっと前振りになってて、まあ誕生日ってね、はい、人間みんなあるじゃないですか、うん、
で、僕ら16人みんな誕生日があるんですけど、うん、ランページに唯一ない誕生月がないのが一月であれけありまして、それが6月なんですよ、はい、でその6月をファンの皆さんとの誕生日にしたいっていう思いからその6月を使いまして、で日にちはもうこれは今年のツアーのタイトルになっております、16日ということで6月16日に決定いたしました。はい、めっちゃ返すよ、これめっちゃエモいよな。エモ以上の言葉があるならば使いたい。そしてこの6月16日に、まあ、今後ね、この日はやっぱ僕らと皆さんとの本当にあの記念日なので、いろんなことがしたいなということで、すでにマネージャーさんからスケジュールをなんか喉に喉に、スケジュールを押さえてもらってます。ということで多分この日は何かしらします。なんで皆さんスケジュール開けておいてくださいというね、6月16日レイバーズということで、まあ、改めてねこういう名前が決まりましたが、翔吾どうですか。いやね、本当にまずこうレイバーズ、この先ほどカズマ の説明にもありましたけど、あのランペースとラバーズっていうね、あの造語もすごくいいですし、6月16日っていうね、反対から読んでも、ね、あの6月16、616っていうのは本当にあの僕たちにとって大切にしたい日なので、皆さんとこれからレイバーズの歴史を、あの一個一個あの積み重ねていって最高のファンダムを作っていけたらなと思うので、レイバーズの皆さんこれからもよろしくお願いします。皆さんの実はロゴも今考え中なんですよ、まあ、僕らにランページのロゴがあるようにレイバーズの皆さんにもロゴがあったら素敵なんじゃないかっていうことで多分発表できるかなっていうところなので、ちょっとねお待ちいただければと思います。もう皆さんにとって、本当にね、僕らからいろんな思い出をこう、共有できればなと思ってますので、よろしくお願いします。さあそしてそのハッシュタグを翔平さんに考えてもらいました。はい、はい、これは 何ハッシュタグですか。ファンの人が使うやつ。このレイバーズ発足発足の記念というか、はい、はい、今回のハッシュタグはですね、We are the Ravers にしました。おお、 We are the はカタカナ、 We are the はカタカナで、 Ravers はまあ表記通り英語で行かせていただこうと思います。 We are the Ravers。 ランページの始まりの Go on the Ravers、 最初 Go on the Ravers にしようと思ったんですけど、なんかちょっと引っかかないな、あの走りが悪いかなと思って、うんうん、その歌詞の中のウィアーザランページのランページのレイバーズに変えてウィアーザレイバーズにしておりますから、はい、ウィアーザレイバーズ、ウィアーザレイバーズ、ちょっとね、今ね、レイバーズしよう、だからファンの皆さんもこれね、We are the Ravers、 あの知らない方に説明するときにこれレイバーズって呼ぶなんよね、We are the Ravers、 私たちはレイバーズ、あ、もうすでに書き込んでくれてる人、なんで、まあ、このね、レイバーズの皆さん、と一緒に、まあ、ファンクラブ去年できましたけれども、あのこういった形でいろいろとそんなファンの皆様とレイバーズの皆様と今年はたくさん思い出を作っていきたいと思いますということで、さあここで、あ、実はですね、スタッフさんからあの僕らへのお祝いのケーキをいただいて、マジで、うわすごい、メンバーもサプライズで、これちょっとカメラさん写真ちょっとアップしてすごい、これあのタックンの誕生日でタックンがあの顔パンパンになってる。いや、なんかこの時の写真めっちゃ仲良さそうでいいなと思って。これをいや嬉しいな、ありがとうございます。皆さんたくさんコメントももう読み切れないぐらいいろんなところでありがとうございます。 YouTube で見られてる方も LINE ライブの方もそしてね各 Instagram の方も CL の方も皆さんありがとうございます。さあということでコメントをたくさん、皆さんねもしちょっとコメントを読めるものあればぜひぜひ。黒いケーキって何？何味なの？確かに。炭系？ワクワクしますね。どっちだ？あ、
あ、We are the か We are the か We are the か We are the ですね We are the We are 伸ばす方ね、ごめんなさい、僕間違えました。ちなみに俺も間違ってた。We are the We で伸ばすんだ。 We are the 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 Reverb。 おめでとう。 びっくりした。あ、今年までやね。この活動は今年まで。どっちかです。どっちかがこう。パンパンです。来年十分になってる可能性あります。どうなってきた。We are the。はい。皆さん、ぜひぜひつぶやいてください。よろしくお願いします。トレンドリーして、ありがとうございます。うわやすぎ、うん、今までねこういうのや、うん、あんまりね やってこなかった、まあ、当日にねいろいろやらせてもらったりとかありましたけども、日をまたいだ瞬間という、うん、はい、もしかしてね親御さんにご無理言ってこの時間まで起きて、いる方もいらっしゃると思いますし、はい、さあということで、そんなねツアーも発表ありました。新しい、レイバンズの発表もあり、そして6周年迎えたので、じゃあメンバー1人ずつ最後にメッセージをいきます。じゃあカイセ、はい、うん、はい、各配信をご覧の皆さん、本当にありがとうございます。竹内海星です。改めまして、改めまして、本当にありがとうございます。そうですね、6年っていうのはもう本当に小学校で例えると一番高学年の学年になりますので、うん、まあ最年長らしい、小学校で例えると最年長らしい気持ちと、佇まいで。7年目を迎えられるように頑張っていきたいなと思いますし、レイバーズと皆さんのことを呼ばせていただくことが決定いたしましたので、一人一人に愛を、そして僕らの夢であったりとか皆さんの夢を受け取りながら、こうお互いを相乗効果で、素敵な世界を作っていけるように頑張っていきたいと思いますので、僕も一人のメンバー、そして一人のレイバーズとして頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いします。はい、60年、6周年ありがとうございます。皆さんに支えられて、6周年を迎えることができました。これから7周年目に突入していくんですけど、まあ、皆さんがいないと僕たちもいる意味がないので、まあ、永遠はないですが、まあ、皆さんと、より多くの幸せを共有していきたいと思いますし、これからも一緒に共にね、成長していけたらと思いますので、今後とも応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、改めてレイバーズの皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。そして6周年迎えるということで、本当に皆さんの支えがあってこの活動ができると思っております。これからもですね、僕たちランページエンターテインメントをですね、追求して、音楽だったりいろんな、エンタメを通して皆さんに、ラブドリームハピネスを届けられたらと思いますので、これからもよろしくお願いします。お願いします。はい、レイバーズの皆さん、いつも応援ありがとうございます。そして、皆さんのおかげで6周年を迎えることができました。今年は昨年以上に本当に僕ら自身もさまざまな活動がありますし、絶対に皆さんに、今まで以上のエンターテインメントをお届けできると思ってますので、皆さんが僕らを応援してよかったと絶対に思っていただけるように、メンバー全員16人、協力して頑張っていきたいと思います。これからも、10年、15年と、皆さんと一緒に夢を追い続けたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。山本です。はい、レイバーズの皆さん、いつもありがとうございます。はい、6周年迎えたんですけども、本当に一人一人本当に力を最近というか、もうここ数年でさらにつけてきて、本当に見かけとかだけじゃなくて、本当に内面的にも全員のマインドがめちゃめちゃ
もう高まってて、それがこう一緒に活動してて、本当に常日頃からそれは感じていて、あ、もうこのままいったら本当にランページは本当にもっとかっこいい最強のグループになれるなっていうのを自分でもすごい感じてて、なので本当にファンの皆さん、レイバーズの皆さんが本当についてきて絶対後悔させない人生をこう一緒に歩める人生を絶対提供するんで、本当に信じてついてきてほしいです。これからもよろしくお願いします。はい、改めまして鈴木孝英です。本日はレイバーズの皆さんありがとうございました。はい、そうですね、まあ、たくさんの会見事と、あとはファンネームのね、今これご覧いただいている皆さん、レイバーズの皆さんと、まあ、今年はもうランページ16人で頑張るのはもちろん、もっともっと上を目指していけるように、今年は本当に一歩、二歩、三歩とは言わず100歩ぐらい、進んでいきたいと思います。最高のエンターテインメントを皆さんに届けられるようにまだまだ頑張っていきたいと思います。爆発します、ランページ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ました。はい、マジで半分だけです。本日は、ご視聴いただきありがとうございます。こうして、6周年を迎えられたのも、皆さんだったり本当にたくさんの方々がこうやって僕の人生を通して関わってこれたからだと思います。しっかり、自分がアーティストとして、自分が思っていることだったり生きたものを、皆さんに共有しながら、最高の人生にできるよう、これからもアーティスト人生、頑張っていきたいと思いますし、一緒に、レイバーズの皆さんも、楽しみながら頑張っていきたらなと思います。6周年も頑張りますので引き続きよろしくお願いします。はい、バーマンの小田山です。そうですね、まずはこの思いまして、そうですね、より一層この周年イヤーを迎えるごとにこう、なんていうんですかね、こうレイバーズの皆さんの存在の大きさをすごい実感しますし、まあ、なんだろう、これからもっともっと、僕たちも精度を高めて16人の絆を、まあ、今年は強めていって、本当に、今まで以上にこう近い距離で、皆さんに最高のエンターテインメントを届けられる、体制を整えていきたいと思いますので、これからも変わらぬ温かい応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。改めましてラカーです。レイバーズの皆様、本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。ひどい、セリフで、セリフで拍手終わったか、終わったかと、まあ、6周年ということで、まあ、これまで5枚も、アルバムを出させていただいて、本当にいろいろな活動だったりシングルだったりを、出せてこれてるのも本当に、皆様、レイバーズの皆様と共に歩んできた、努力の結晶でも、ありますし、この結晶をですね、今年どんどん磨いていって、ギラギラ輝かせて愛を持って皆さんと接して、そしてこの輝いている夢っていうものをお互いに、共有し合い、もっともっとなんか素敵な景色を共に見に行けたらなと、思いますし、今年は、たくさん皆さんと会えたら良いなと思いますので、皆さんぜひ、遊びに、ライブだったりいろんなところに遊びに来てください。引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい、改めまして岩井翔吾です。レイバーズの皆さん、ご視聴ありがとうございます。6周年を迎えられて本当に嬉しいです。改めてこう6周年こうアーティストとして、そして5枚のアルバムを出せて毎年こうツアーをさせていただけてというのは、当たり前のことではないので、これも全て応援してくださるレイバーズの皆さんのおかげですので、本当に、改めていつもありがとうございます。そして、これから、レイバーズと名乗ることが、自分の人生の誇りであると思えるような、なんですかね、レイバーズというものに、していきたいなと思っていますので、皆さんの人生が少しでも、彩るような、ランページのエンターテインメントを届けていけたらなと思っています。なので、これからも、ランページに、温かい応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、本日皆さんご視聴いただきありがとうございます。6周年を迎えて本当に純粋に嬉しい気持ちです。本当にこの6周年は紆余曲折、本当にいろんな大変な、ね、
こともたくさんありました。でもこうして、今6周年を迎えて本当にこの16人だからこそこうして、ここまで来れてるってことをすごく実感しています。本当にですね、そこにはたくさんのですね、支えてくれるスタッフさんだったり皆さんもそうですけども、本当に皆さんに僕らから全力のラブドリームハピネスを本当にこう心から伝えれるよう、本当に今年本当に僕らを期待していていただければ嬉しく思います。16ね、今年のツアーぜひ皆さん楽しみにしてください。本日はありがとうございました。はい、配信をご覧いただいておりますレイバーズの皆さん、本日はありがとうございました。そうですね、もう本当にこう今、みんながこう言ってくれたことに尽きるなというふうに思うんですけれども、日々ですね、我々ランページメンバーですね、すごいいろんな形でエンターテインメントをここ数年を発信させていただいておりまして、でもそれに挑戦できるのって本当普段からこうレイバーズの皆さんが応援してくださったりとか、まあスタッフチームの サポートがあってからこそですので、本当に皆さんにいつも日々感謝しております。皆さんから日々頑張る活力をですねいただいております。昨年のライブの時もですね、こう一言皆様にお伝えさせていただく時にいつも皆さんの存在こそが我々に生きる意義ですというふうにお伝えさせていただいたんですけども、もっともっと、逆に今いただいてばかりなので、エンターテインメントとそして音楽と、ダンスで、皆さんが日々ね大変な学校だったりとかお仕事